お前みたいな末端の底辺はさっさと帰れ。いるだけで目障りだ。業界の大きな懇親会の場で、そいつは俺に言い放つ。こいつは俺の元職場の元上司だった男だ。同じ業界にいる以上、いつかは遭遇するかも、と思っていた。俺が黙って聞いているだけだと思うなよ。俺が口を開きかけた瞬間、お前どこの会社だ。第三者の声が俺たちの間に割って入った。俺の名前はトシヤ、32歳の会社員だ。大学卒業後から5年間、ある不動産会社の営業として働いていたが、訳あって今は別の建設会社で建設のノウハウを学びながら働いている。前の職場では俺の上司となった男と反りが合わなかったのだ。それでもと歯を食いしばっていたが、俺は最終的に不動産会社を辞めてしまった。俺の元上司、足立は当時課長だったのだが、典型的な嫌われ者上司といった感じの男だ。自分の学歴や功績をひけらかすのは日常茶飯事。さらにその日の気分で部下にきつく当たり、気に入らない人間に対して露骨な暴言や無茶苦茶な仕事の振り方をしてくるのだ。俺がその標的だったから間違いない。俺以外にも足立に悩まされている人は多かった。足立の数々の暴言は今でも耳にこびりついて離れないほどだ。お前俺に勝ったつもりか？え、何のことですか？きっかけはほんの些細な出来事。俺の発言で足立は怒りをあらわにし、俺はポカンとした。というのも仕事の合間に足立と話す機会があり、どこの大学出身かを聞かれたのだ。俺は何の気なしに正直に答えたのだが、それが足立の勘に触った。後で知ったのだが、俺の出身大学は足立の第一志望だったらしい。足立は第二志望の大学に行った苦い思い出があるのだとか。正直、社会人になってしまえば出身大学などほとんど関係ないと俺は思う。お前調子に乗るなよ。俺なんか最年少で17億の商談を成立させた実績があるんだからな。この最年少で17億の下りは足立がよく口にする自慢話だ。17億というのは我が社ではかなり大きな部類の契約に入る。何でも入社して早々大規模な商談をまとめたらしい。だったらもっと出世していても不思議ではないし、そもそも今も大きな契約をまとめていてもいいだろう。なんだかうさんくさい話だ。足立は俺に言い放つと肩を強く押す。それ以降、足立の幼稚な嫌がらせがスタートしたのだ。仕事の邪魔は当然、聞こえよがしの悪口、する意味のわからない残業の強要など、細かく挙げたらキリがない。最初は一度入社した会社なのだからと、責任感で何とか続けていたが、我慢の限界が近づいていた。しかも周りは見て見ぬふりだ。俺が足立に嫌がらせを受けている限り、自分たちには害が及ばないと思っているのだろう。入社から5年、俺はことこと嫌気がさし、以前の職場である不動産会社を辞めたのだ。そんな元上司の存在をなぜわざわざ思い出しているか。それにはもちろん理由がある。今まさに目の前に当の足立が立っているからだ。やっぱりお前トシヤだろ。うちを辞めて5年も経つっていうのに見た目が全然変わってないからすぐに分かったよ。俺は今日ある会社主催の懇親会に出席していた。建設会社や不動産会社などこの業界に関連する様々な会社の人間が招かれている。同じ業界にいる俺の父親と一緒にやってきていたのだが、親父は知り合いの姿を見つけてどこかへ行ってしまい、今は俺一人だった。そこへ俺の姿を見つけた足立が声をかけてきたのである。俺は今
建設会社で働き、足立は不動産会社。関連する業界にいる以上、いつかは鉢合わせする可能性があるとは思っていた。だがまさかこのタイミングで、と俺は内心頭を抱えてしまう。俺の頭の中では足立にされた嫌がらせや暴言が嫌でも蘇っていた。足立は聞かれてもいないのに、今自分は昇進して部長で、今日は社長のお供で来たとか、ペラペラと自分の近況を語っている。正直関わり合いになりたくない。俺は適当に会釈してその場を離れようとしたが、足立に腕をつかまれた。おい、俺がまだ話してるのに失礼じゃないのか？というかお前今何やってるんだよ。この懇親会に参加してるってことは同じ業界の人間なんだろ？俺は嘘をついても仕方がないので正直に答える。今は建設会社で働いております。勤めて丁寧に答えると足立は爆笑し始めた。建設会社ね。何、土方でもやってんの？それとも簡単な事務とか？うちを5年で辞めるような根性なしがろくな仕事できるとは到底思えないな。下品な笑い声に周囲の目が自然とこちらへ集まってくる。嫌な気分だ。こちらまで恥ずかしくなってくる。俺は軽く咳払いし、足立を睨みつけた。同じような人間だと思われるのはまっぴらごめんだ。お言葉ですが、何をもってそんなにバカにするのか私には理解できません。土木作業員の方は体を使って作業する大変な仕事ですし、事務仕事だって細々した内容が多く、決して簡単などと一言で片付けられる仕事ではありませんよ。俺が毅然とした態度で言うと、周囲の何人かがうなずくのが見えた。どんな仕事であれ、それぞれに苦労があるものだ。足立のように簡単に馬鹿にしていいはずがない。ふん、少し見ないうちに生意気を言うようになったじゃないか。わなわなと震えながら、足立は、だけどなぁ、と俺に指を突きつける。最年少で17億の商談を成立させた俺とは格が違う。お前みたいな末端の底辺はさっさと帰れ。いるだけで目障りだ。お前もどうせ誰かの付き添いなんだろうけど、この場にふさわしい人間じゃないんだよ。足立は俺に向かって言い放つ。相変わらずその自慢話を言っているんだな。以前働いていた頃から足立は全く変わっていないらしい。自慢話のボキャブラリーさえ変わっていないのには思わず苦笑してしまう。足立はこんな大衆の面前で俺を口汚く罵っている。精神が幼いがゆえの発言だろう。以前から疑問ではあったが、足立が17億もの契約を成功させたなど、にわかには信じがたい。お前どこの会社だ？唐突に俺と足立の間に男性の声が割って入る。その男性はつかつかと歩み寄り、足立を睨みつけた。え？その男性を見た足立が一瞬ポカンとした顔になる。だがすぐに矢をざめて勢いよく頭を下げた。足立は男性が誰かすぐに分かったのだろう。周囲の人間も男性の登場にざわついた。まさか不動産王と名高い方まで参加しているとは知らず、お見苦しいところをお見せして申し訳ございません。足立は本当に焦った様子だ。俺が平然と立っているのを見て、足立が俺の頭を下げさせようとしてくる。俺は足立の手を振り払った。お前この方に失礼な態度を取るんじゃない。足立の必死の形相に俺は思わず苦笑する。失礼も何も、この人は私の父ですから。え？再び間抜けな声を上げて、足立は俺と男性、いや父の姿を交互に見た。父はこの辺りでは不動産王とあだなされるほどの成功者だ。父は建設会社を経営しているのだが、自社主導で土地の売買、再開発などをしている。
近いうちに将来価値が上がりそうな場所にマンションやショッピングモールの建設をするなど先見の明があるのだ。一代でそこまでの実績を作り出した父なので、この地方の不動産業界では大物扱いされている。トシヤ、彼は知り合いか？父は足立を睨んだまま俺に尋ねた。こちらは足立部長です、父さん。前の職場の、俺の元上司ですよ。俺がそう説明すると、父がピクリと眉を動かしたのが見えた。ああ、彼が。納得したように顎をさする父に、足立は大量の冷や汗を流している。足立くん、これは一体何の騒ぎだね？父に少し遅れて、40代後半くらいの男性がやってくる。社長、これは？男性には見覚えがある。前の職場の社長だ。俺を見ても特に反応がないあたり、俺のことなど覚えていないのだろう。前職場を退職して5年も経っているし、関係も薄かったので無理もない。父がやれやれと首を振る。こちらは部下の方ですか？彼が私の息子にとんでもない暴言を浴びせかけているのを目撃しましてね。今事情を聞いていたところです。父の言葉に社長は、驚きの声を上げる。足立は顔面蒼白になり、違うんです。ちょっとした誤解で。と言い訳をし始めたところで、お話し中申し訳ございません。とさらに別の声が俺たちの間に割り込んだ。見ればにこやかな表情の男性が立っている。この懇親会を主催した企業の若社長だ。込み入ったお話のようでしたら別室をご用意いたしますが、いかがでしょう？これ以上は他の皆さんにご迷惑がかかりますので。若社長の発言はもっともだ。むしろ今の今まで警備員につまみ出されなかっただけ奇跡に近い。若社長の視線は父に向けられている。きっと父に気を使ってくれたのだろう。俺と父はうなずき合い、周囲の皆さんに謝罪をする。そして若社長の案内で別室へと通されるのだった。部屋に通されると若社長は退出していく。何かあればお知らせくださいと言い残して。俺と父、足立とその社長、4人の間に気まずい空気が流れていく。最初に沈黙を破ったのは足立だった。私は彼が、トシヤ君があなたの息子だなんて知らなかったんです。以前は私の部下だったので、久々の再会でつい軽口を叩いてしまっただけで。ほら、古い友人同士の独特な冗談のやりとりってあるでしょ？前の職場では、トシヤ君と友人のような仲だったもので。なあ、トシヤ君。よくもまあ、ペラペラと。どう思い出せばそうなるというのか。足立のこの発言で、社長はようやく、俺が元自分の会社の人間だったと把握したらしい。君、あなたはうちで働いていたことが？父の手前、言葉を選びつつ、社長が俺に質問する。ええ、ですが友人のような関係は間違いです。正確には典型的なパワハラ上司とその部下といった関係でしょうか。俺はにこやかに、それでいてきっぱりと言う。瞬間、社長と父の二人から冷たい視線を送られ、足立の表情は凍りつく。俺はいい機会だからと、前の会社を辞めた時の出来事を社長に教えてやることにした。俺が精神的に辛くて前の職場を辞めた時、事情を知った父はもちろん激怒した。社長に掛け合って足立を首にしてやると息巻いていたが、俺は首を横に振ったのだ。確かに足立のしたことは立派なハラスメント行為だろう。訴えれば足立にそれ相応の処罰、そして慰謝料が見込まれることも分かっていた。だが俺は足立だけでなく、見て見ぬふりする同僚たち全員に対しても腹を立てていた。
だから俺は父に言ったのだ。あえて足立を会社に残すことで同僚たちへの復讐にしたいと。足立の標的だった俺がいなくなったことで同僚たちは穏やかな日々を失うことだろう。俺と同じように苦しんだところで自業自得なのだ。父は俺がそこまで言うのならとしぶしぶ了承してくれた。その代わり以後足立の会社との関わりを一切断ったのだ。実を言うと俺は贔屓されたり色眼鏡で見られたくなかったので、父の息子というのは内緒にして一般の入社試験を通じて入社した。入社した理由は父と関わりのある会社の中でここ数年目覚ましく成長していた会社だったからだ。俺が正体を隠していたので、ある日突然不動産王と呼ばれる父親との関わりを断たれ、社長は大いに混乱したに違いない。そういうことだったのですか。社長はやっと理由が分かったと納得したようにうなずいた。ええ、今は父と友好的な関係を築いている建設会社で仕事をしながら建築についての知識を学んでいます。いずれは私の元に帰ってきて経営を学ぶのはもちろんですが、扱う不動産について何も理解できていないのは話になりませんからな。はははっと父が笑う。今の会社の社長や上司は俺が父の息子だというのを知ってはいるが、だからといってエコひいきせず俺を一階の社員として扱ってくれるいい会社だ。隣に座る足立を睨みつけ社長は怒鳴る。今回の懇親会でなんとか再びお近づきになろうと思っていたのに、足立くん、君のおかげで全部台無しだよ。社長の悲痛な叫びが室内に響く。足立はもう何も言葉が出てこないようで、うつむいたまま膝の上で拳を握ったままだ。父が社長に言う。残念ながらこちらの足立さんが何もせずとも、私があなたの会社と再び関わりを持つことはありませんでしたよ。息子の話では足立さんの振る舞いは社内でかなり有名だったそうじゃありませんか。俺もうなずき発言する。それなのに放置するのですから、社長のあなたも相当いい加減なのでしょう。そんな会社、あなたなら信用できるのですか？父でなくとも信用できなくなっても自然ですよ。俺たち親子の発言に、社長はぐうの音も出ないようだ。がっくりと肩を落としている。それにしても、最年少で17億もの商談を成立させた功績が大きいのでしょうが、私が辞めた後も足立さんが順調に部長に出世しているのには驚きました。俺が続けざまに言うと、社長はえっと顔を上げた。ば、おま。瞬間的に足立が慌てたように声を張り上げたが、時すでに遅しというやつだ。先ほどまでの日ではないほどの表情で社長は足立を睨みつけている。お前そんな大嘘を。最年少で17億の商談を成功させた？寝言は寝てから言え。その功績は私の息子のものだ。お前はそのサポートをするために同席していただけじゃないか。社長の発言に俺も父もえっと声を上げた。まさかの17億の商談の下りは大嘘だったのだ。足立のお箱と言ってもいいくらい足立はいつも周りに吹聴していたというのに。見ると足立は顔が真っ白になっている。もう倒れてしまうんじゃないかという顔色だ。いっそ倒れて気を失った方が足立にとっては最良なのかもしれない。まあそんな都合よくいかないのは明白だが、俺は気を取り直しやれやれと息をつく。話はそれてしまいましたが、とにかく私は足立さんの暴言を許すことはできません。父も申しておりましたが、あなたの希望を受け入れることはないでしょう。俺ははっきりと告げる。社長は貴様のせいでと足立の襟元を掴んでガクガクと体を揺らしている。ちゃんと聞いていたんだろうか。心配になってもう一度言おうとすると父が俺の肩を軽く叩いた。
ゆっくり首を横に振るのを見て俺は苦笑する。感情が爆発してどうにもならない社長と、もはや気力ゼロになって放心している足立を残し、俺たちは部屋を出た。話はお済みになりましたかな？部屋を出ると、懇親会主催者の若社長が俺たちに尋ねてくる。ええ、ご迷惑をおかけして。父と一緒に頭を下げると、主催者は、いえいえ、と笑う。懇親会は交流がメインではありますが、人を見る場でもあります。あなた方とトラブルを起こしたあの部長と社長の会社は、信用に値しないと参加者全員が思ったことでしょう。一緒に仕事をするに値しない。それがわかるだけでも有益というものです。俺たちの後ろでは、社長の怒鳴り声と足立の悲鳴が聞こえてくる。俺たちはその場を離れ、その後は穏やかで楽しい時間を過ごしたのだった。その後、足立は会社から追放され、今では再就職活動に勤しんでいると風の噂で聞いた。足立のように自分を誇張して平気で嘘をつくような人間にいい縁が簡単に巡ってくるとは思えない。正せるとは到底思えないが、これを機に少しでも自分の内面に目を向けてほしいものだ。俺はというと順調に修行を継続中だ。数年後には父の元に戻り、経営など本格的に父の後を継ぐための勉強に入る。今回は思いがけず父の力を借りることになったが、俺は俺だと胸を張れるよう力を身につけていこう。